菅谷雅子です。いつの間にか秋が来ていた。欅並木の葉はまだ色づいてはいないけれど、行き交う人々の装いが静かで落ち着いた季節の訪れを告げていた。駅の方から恵みが秋風のように爽やかな足取りで降りてきた。その時、あの、すみません。 ちょっと教えてほしいんですけど、これ何通りですかこれってこっちの通りこれは明治通りだけど。それじゃあ、表参道っていうのはそこの道。どこを探してるのファッションビルラホーレ。今いるのはこのビルの前。ああ、な、僕の言った通りだろやっぱあっちでよかった。 たんだよ。うん。あ、どうもありがとうございました。この辺で迷ったら、木を見るといいわよ。欅並木のある方が表参道。プラタナスの並木の方が明治通りなの。幼い顔を巡らせて、少年と少女は、あたりの木を見上げた。絶対 出せないからねえねえよもよも世界の面白ミステリーを集めた推理小説ただいま人気上昇中